またちょっとガーシーなんですけど、ガーシーのね、代理人弁護士っているんですよね。この前なんか一緒に出てて、声が全然こう聞こえなかった人ね、高橋弁護士っていう人ですか？嫌がらせを受けたの？アトム市川船橋法律事務所に所属する高橋弁護士はガーシーが行った BTS に合わせる詐欺の被害者への返金や示談金交渉の代理人を務めている人物。まあ、これがうまくいってないんですよね。で、警察が動いてるって話も聞かされてるんですよね。3月名誉毀損などで有罪判決を受けた。まあ、より人もこの人がやってんのか。あと、迷惑系 YouTuber のヘズマリュウのサポートにも当たったことで知られています。だから、まあ、要は売名ですよね。自分をその売名で YouTube で名前を売って本業にも生かしたいってことなんでしょうけど、ただ絶対リスクはありますけどね。もう、ガーシーだったり、まあ、より人もそうだし、ヘズマリュウも、ここら辺なんていうのはね、やっぱアンチがめちゃくちゃ多い人じゃないですか。それで今度、極めつけにガーシーじゃないですか。それはもうね、YouTuber としてね、弁護士やるんだったら、まあそれはもうリスク覚悟でやんないと無理でしょうね、と思いますけど。で、高橋弁護士によると BTS 詐欺の被害者のために用意した返金申請フォームからいたずらの申請があったり、事務所へのクレームがあったそうです。まあ、あるでしょうね、と思います。絶対あるだろうな、と思いますよ。クレームは高橋弁護士が所属するアトム市川船橋法律事務所だけではなく、岡野武、この人も YouTuber なの？ 106 万人もいるんですね。のアトム法律事務所にも寄せられている。アトムの関する両事務所ですが、アライアンスは組んでいますけど、別の、弁護士法人だと言い、高橋弁護士はアトム法律事務所へのクレームはお門違い、単なる業務妨害だと強調しました。まあまあまあ、でも、ガーシーがやってることも全然業務妨害ですよ。芸能事務所にしてみたら、めちゃくちゃ業務妨害働いてる人を弁護してるんだから、同じことをやられてるだけですよね。ブーメランが返ってきてるってだけですよね。クレームの中には、被害者を名乗る人物からのものもあったこと、ガーシーから提供されてる被害者リストにはその人物の名前はなく、高橋弁護士は明らかに偽名を使った嫌がらせ行為だとし、さすがに僕としても看過できないと語ります。まあ、でも来るでしょうね。絶対来ますよ、それは。弁護士という立場で法的措置をちらつかせるつもりはない。なんで？法的措置ちらつかせりゃいいじゃないですか。としつつも、返金対応に遅れが生じたり、クライアントや、関係者に迷惑がかかる可能性があることから、クライアントってのは、誰です？誰のことを言ってるの？ガーシーのことを言ってるのかな？これは。高橋弁護士は、こうした行為をやめるように訴えるって、やめるように訴えてもやめないと思いますよ。意見がある場合は、コメント欄やメールで寄せてほしいと呼びかけました。まっとうな人はコメント欄とかメールでやると思うんですけど、まあ、それはね、もっと嫌がらせする人はいるんじゃないですかと思いますよ。でも、当然じゃないかなと思うんですよね。僕は逆に、当たり前というか、ガーシーの弁護を引き受けたっていうこと自体は、それ覚悟してやってるもんだなと僕は思ってたのに、怒ってんだなって逆、大丈夫かなこの弁護士さんって思いますけどね。当たり前のことですよね。嫌がらせを受けるのはね。それを覚悟して自分の売名行為で受けてるんでしょうから、ね、YouTube でも発信してるんでしょうからね。それはもうしょうがないんじゃないですか。受けて、もう甘んじて受けた方がいいんじゃないですかと思いますよ。それ以上の、ね、売名行為につながってるんだからと思いますよ。大丈夫ですかこの弁護士のこと。あとなんか、しんすけさんがガーシーに連絡してきた。これも本当かなと思うんですけどね。また丸山ゴンザレスさんとやったんですね。ガーシーがね、コラボしたんですね。で、しんすけさんから2代目井上公造を指名されたことを明かした。そう、井上公造さん引退したんだけど、しんすけさんと仲良かったんですよね。そんなガーシーにかねてから親交のある島田紳助さんのメッセージが届いたという、ガーシーは、紳助さんからメールが来て、井上公造さんが引退するこのタイミングでお前のポジションが空いたぞと言われてますねと大笑い。まあでも随分お気楽ですけどね、もう逮捕迫ってるのにね。丸山氏からそれは本当に良いポジション、井上さんと対談してほしいと懇願されるとめっちゃしたい、でもイニシャルトークなしでガチで行きましょうと言います。もう芸能界辞めるんで忖度する必要ないでしょうと条件をつけた。これに丸山氏もさすが二代目ですよ、二代目のポジションで喋ってますよと感心しきりだった。でもこれどうなんですかね、今新助さんもガーシーに名前出されるのって結構まずいんじゃないですかと思いますよ。まずいんじゃないですかねと思いますけどね。だって逮捕されるでしょう。
ね、逮捕される人と絡んでてもなんか別に意味ない気がしますけどね、いくら仲良くてもね。井上公造さんって、ね、暴露 YouTuber にその後なるみたいな、なろうかみたいな構想がね、一応、なんだっけ、ミヤネ屋で、まあその話をしてたんですよね、引退の時にね。ただ、ガーシーとオキナチンがやっぱり、井上公造さんはやっぱテレビの人ですからね、テレビは出ますよね。ガーシーはね、絶対テレビ出れないですよね。まあ、だって証拠がないですから。で、まあ、あと事件を起こしてるっていうのがでかいですよ、やっぱり。この事件がひとまず解決して、そこでちゃんと、みそぎを終えない限り、難しいんじゃないのかな、と思いますよね。今だって警視庁に追われてる立場でね、そういう人と、まっとうなね、井上公造さんがね、対談するはずはないと思いますけどね、と思います。何のメリットもないと思いますよ。中西です。